電子渡航認証システム。電子渡航認証システム。電子渡航認証システム。略称。とは、ビザ免除プログラム。VWP 参加国から船舶。または、航空機で、アメリカ合衆国へ入国。通過するものに対し、米国出入国カード。I-94W。紙製で、VWP 参加国の渡航者が、米国入国時に記入している。を、 アメリカ合衆国への渡航、アメリカ合衆国を経由して他国へ渡航する場合も含む前にインターネットのウェブサイトで電子申請することを義務付けるものである。システムへの登録は9.11委員会勧告実施法9.11法としても知られるにより義務付けられており、アメリカ合衆国国土安全保障省 DHS により日本語を含む 複数言語を網羅するウェブサイトが運営されている。2008年8月1日より登録可能だったが、入国手続き上は2009年1月12日まで必須ではなかった。一度審査が承認されると、そのエスタ認証は2年間有効である。当初、エスタ承認を受けても、飛行機内たは、船内での紙製の米国出入国カード、 I-94W への記入も変わらず必要であった。これは I-94W の情報は、米国国政調査局及び米国商務省によっても使用れるが、国土安全保障省のオンラインシステムは、テロリストや登場禁止、リスト及びデータベースに掲載されている拒否対象者の入国に備えた VWP 参加国と校舎の確認だけを目的に設計されているからである。 その後、I-94W の提出は一部の空港から段階的に廃止され、2010年7月4日以降すべての空港で提出廃止が決定した。アメリカ合衆国連邦政府は渡航者に対してアメリカ合衆国への渡航3日前、72時間前にオンラインで承認申請を行うことを推奨している。しかしこれは必須条件ではなく、 ほとんどのオンライン申請は申請後72時間以内に承認される。ただし渡航者がビザ、詐称を免除されていない場合、アメリカ合衆国大使館、または領事館でビザを得する必要がある。これはアメリカ合衆国大使館の外交官による面接質疑を含む長期かつ面倒で、金銭的負担の大きな手続きとなる。このため、米国連邦政府は、 VWP 参加国の渡航者に対し、エスタ商人のための登録を渡航直前に行わないよう推奨している。しかしこの推奨はしばしば必要条件であると誤解される。その結果、この推奨によって急な出張が遅れてしまうと不満を漏らす人もいる。一旦認証を受けると2年間は有効だが、その渡航者のパスポートの有効期限が2年未満の場合、 エスタの有効期限もパスポートの有効期限が切れるまでとなる。有効期限内のエスタが申請した場合でも新たなエスタを登録することが可能であり、申請を出すたびに認証審査費用を払う必要がある。なお、当初は登録無料であったが、2010年3月成立の旅行促進法に基づき、2010年9月8日から14米ドルをクレジットカードまたは、 ペイパルで支払うように有料化された。エスタの申請は、第三者代理人による、オンライン入力も可能で、同様の金額である。なお代行申請のウェブサイトを立ち上げている、佐称専門代行会社、大手旅行会社やエスタ申請代行会社、移民弁士、行政書士など、情報提供料や、申請代行手数料を別途徴収する業者も、多数あるが、これにより、 エスタが承認される可能性が高くなることはないと、中日米国大使館の公式サイト上で説明している。また、料金だけ徴収して、実際には申請を行わない詐欺サイトもあるので注意が必要である。エスタ申請後の状況確認や、エスタ拒否の理由、または原因の詳細については、大使館、領事館では回答は行っておらず、国境警備局のウェブサイトに、 英語にて電話もしくはウェブフォームから問い合わせが必要である。エスタ拒否、またはエスタ申請に関する特定の質問については、に連絡が必要。日本語での問い合わせをしたい場合は、代理店に依頼するのが一般的である。以下の国家が発行する IC パスポートを保持する国民、または国籍の場合、エスタ電子渡航認証システム申請が可能である。 アンドラ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルネー、チリ、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、ラトビア、リヒテンシュタイン、リットアニア、ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポルトガル、マルタ共和国、サンマリノ、シンガポール、スロバキア、 スロベニア、大韓民国、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、英国。このシステムの名称は、スペイン政府の要請により、ETA、エレクトロニックトラベルオーソリゼーションからエ s t a へと変更された。これは、バスク地方分離主義者、グループ ETA との混同を避けるためである。オーストラリア政府は同様のシステムを運用しているが、 それは依然として ETA、電子渡航承認システムと呼ばれている。エスタの承認は以下の3つの点で詐称とは異なる。結局のところ、ビザ免除プログラム、VWP 参加国の米国渡航者は従来通り詐称不要であるものの、エスタによる事前承認が必要となったということになる。詐称取得には、 左章の種別により160から390ベイドル、エスタは2010年9月8日以降は14ベイドルかかる。この14ベイドルのうち4ベイドルは事務手数料、10ベイドルはアメリカ合衆国の観光事業推進のための財源となる。申請が承認されなかった場合は事務手数料の4ベイドルのみ徴収される。日本を含む12カ国からグアム、 北マリアナ諸島へ45日以内の滞在である場合に限り、グアム北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムを利用でき、エスタの申請は不要である。この場合、入国審査時に I-736 及び I-94 を提出する必要がある。エスタ登録済みであればこれら入国審査書類の記入は免除される。さらにエスタ登録済みの渡航者に対して待たずに、 入国審査を受けられるサービスが、グアム国際空港、サイパン国際空港で導入されたが、グアムについては2014年10月に廃止された。米国に隣接するカナダまたはメキシコから、鉄道、バス、自家用車、徒歩による手段で、陸路により国境検問所から入国する場合は、エスタの申請は不要であり、従来通り入国時に、I、I-94W を記入する。 この場合、手数料として入国時に6米ドル徴収される。ただし、この方法で入国した後、航空機、または船舶で米国から出国する場合には、I-94W を航空会社等を通じて搭乗前に返却しなくてはならない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。